ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-470 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-470。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。サイト管理者の承認がある場合を除き、あらゆる人員、物質の SCP-470 への持ち込み、あるいは持ち出しは許可されません。SCP-470 へ持ち込まれる、あるいは持ち出されるすべての物質には、持ち込み、持ち出し作業時に必ず必要な検査を行うようにしてください。当該規定の遵守を怠った職員には、サイト管理官の権限によりあらゆる処分を下すことが許可されていることに留意してください。SCP-470 に侵入するすべての職員には、GPS トラッカーを装着することが義務付けられます。また、SCP-470 に侵入する職員は、常に20名以上の職員により構成されたグループで行動することが義務付けられます。SCP-470 内において他の職員とはぐれる、または、あるいはその両方が同時に発生した状況に置かれた場合、可及的速やかに SCP-470 からの脱出を試みるようにしてください。SCP-470 内において消息を絶った職員、機材は、GPS トラッカーより発せられる信号のロストから48時間が経過した時点で、行方不明者、紛失物に分類されます。GPS トラッカーより発せられる信号がロストした後に発見された職員や機材は、可能な限り回収するようにしてください。また、GPS トラッカーより発せられる信号が、説明。SCP-470 は、に位置する、放置された大型オフィスビルの外見を呈する実態です。これまでに行われた調査により、社の倒産とともに放置されて以降、SCP-470 には登記上の所有者が存在しないことが判明しています。SCP-470 は7階建ての建築物であり、その外観には放置された機関に相応する経年劣化の兆候が観測されます。SCP-470 は、自身の内部において空間異常を生じさせ、その内部に存在する任意の部屋を、SCP-470 外に存在し、長期間放置された状態にある別の部屋に帰還するとの異常性を有しています。SCP-470 の内部に出現する外部に存在する部屋は、20から30年ほどの期間、人間に管理、干渉、生活の場として利用されていないように観測されます。また、一連の空間異常は SCP-470 内に存在する部屋においてのみ観測されることが確認されており、通路やエントランスは安定した状態を維持することが確認されています。これまでに行われた調査により、SCP-470 内に出現する外部空間は、出現した場所がもともと存在した地点と、SCP-470 内の一室に同時に存在していることが判明しています。これまでに SCP-470 内に出現した場所はすべて、任意の店舗や放置されたオフィス、工場の一室などの内部空間であり、単一の廃墟や開けた倉庫などの外部空間が出現した例は確認されていません。SCP-470 内に出現する部屋は、もともと存在する環境から切り離された状態にあると考えられており、出現した部屋が実在する場所において対象の部屋へと続く扉を開けた場合、そこには SCP-470 内の部屋と同一の構造を示す、白いレンガにより構成された部屋が観測されます。この際に観測される室内空間は不安定であるように観測され、任意の物品の明滅、消失と再出現、などが確認されます。SCP-470 内に出現した部屋が消失する際にその室内に存在した全ての物品は、出現した部屋が元から存在する地点へと転送されることが確認されており、この転送現象は、元から存在する地点から SCP-470 内への出現の際にも同様に観測されることが確認されています。SCP-470 内において観測される物品の明滅間隔には、6秒から数年までランダム性が確認されています。ホイチ。SCP-470 内に出現した部屋が元から存在する地点において、人間による任意の観察、活動を継続した場合、SCP-470 内において観測される部屋の出現ローテーションから、対象の部屋を除外することが可能であると確認された。また、観察や活動の程度を低下させた場合、その部屋と SCP-470 との結びつきが強くなることが確認されている。人間が存在しない、あるいは積極的に観察されていない状態にある場合にのみ SCP-470 内に出現が確認されていた部屋を、長期間観察対象から外し、人間による活動が行われない状態に置くとの実験を実施した結果、
対象の部屋は、最終的に室内24名の人間が存在する場合においても SCP-470 内に出現することが可能となった。SCP-470 の主たる危険性は、その内部に出現する部屋の中に地球外、あるいは非規定世界由来のものが含まれているとの事実である。これまでに、非地球由来の物質、技術を用いて作成された物品が多数回収されており、中には、その約8割が非有機素材への侵食性を有する有機素材により構成された、などが確認されている。また、部屋とともに SCP-470 内に出現した存在に起因し、これまでに4件の事案の発生が記録されている。特に、被験体 R に分類される存在は現在も SCP-470 内において逃亡を図っている最中であり、これまでに SCP-470 内において確認された死亡事案のうち、県に関与していると考えられている。現在までに確認された死者数は、財団職員8名、民間人45名であるものの、その他にも数百名の行方不明者が発生している。民間人の死亡事案の多くは、廃墟探索中に転移に巻き込まれ SCP-470 内に閉じ込められる。あるいは SCP-470 内に存在すると思われる危険因子の影響により発生していると考えられている。ほいに2016年11月25日現在、SCP-470 内に出現する部屋の中に、未使用状態にある財団施設内に存在する部屋が38室確認されている。中でも最も特筆に値すると思われるものは、SCP-1730 の地下1階に存在する複数の部屋であり、これらの部屋は、財団職員により実行された SCP-1730 の探査が中断された後に、初めて SCP-470 内に出現が確認された。SCP-1730 は、計画が中断されたことにより、実際には建設されなかったはずの財団施設であるサイト13の建屋であり、その正体は、非規定世界の財団により建設され、とある理由により規定世界に姿を現すことになった施設だぜ。現在、該当する財団施設において観察、活動頻度を高めることにより、これらの部屋を SCP-470 の出現対象から外す試みがなされている。報告書の紹介は以上だ。地震の内部に存在する任意の部屋に、地球、地球外、非規定世界のいずれかに存在し、20から30年以上の期間、維持管理がなされていない状態にある任意の部屋を出現させる性質を有する、7階建ての大型オフィスビル、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。その性質上、異常性を完全に封じ込めることが非常に困難であることに加え、部屋とともに出現するものの中に、危険性や脅威度の高い存在や物品が出現する可能性が存在することから、常にその全域を監視し続ける必要があるため、財団も不安定な収容の継続を強いられている、という感じのようだな。ええ、そうみたいね。建物自体に非常な経年劣化が確認されているということは、収容の安定度合いに関係なく、いつか建物自体が限界を迎えることになるわけだし、何かしらの封じ込め手段が確立されない限り、収容違反が発生することが確実な状態にあるわけよね。ああ、そういうことだろうな。SCP-470 内に存在する部屋の内部においてのみ異常性が発現するという性質上、すべての部屋の壁を破壊し、通路やエントランスと繋げてしまうという解決方法もありそうだが、手を加えすぎると良くないことが発生するというのがいつものパターンなので、当面は穏当かつ地味な収容が継続されることになりそうだな。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。